はい、始まりましたハイチのダラダラジオ、今週のテーマは YTFF の本音というところを喋っていこうと思います。ということで、昨日日曜日の夜にね YTFF がありましたね。見ていただいた方もいらっしゃると思います。ありがとうございました。あと自分ちょっとでしたけどね、喋るシーンをいただきまして、ちょっと感想は後で言うわ。本当ありがとうございました。それでね、ダラダラジオは今週月曜にずらさせてもらったんですが、次回からまた日曜に戻します。はい、ということで今、自分のやつを見て、またすぐにね撮り始めております。実はこの後生放送で自習室をやるっていう直前に今撮っているんですけど、本音をね喋っていこうと思います。で、実は今回コメントをね YouTube の方から、お願いしていただいて、そのコメントを30秒ぐらいかな撮って投稿したんですよ。で、一応ねそれ練習風景みたいなオフショットを残したので、もしかしたら動画になるかもしれない。ちょっとまだ編集してないんで分かんないんだけど、もしかしたら上がるかもしれないから、よかったらそっちを見てみてください。で、大変だったっていうかめちゃくちゃ撮った。そう、もうなんか何回も撮り直して、で動画になったんですけど、で YouTube ファンフェスがね、まだピンときてない方、なんか昨日放送やってたなぐらいの方もいるかもしれないんで、簡単に説明するとね、まあ、お祭りですよ、ファンフェスね。お祭りで、いつもは幕張メッセっていうめちゃくちゃ大きな場所を借りて、そこにお客さんを無料招待して、そう、しかも抽選でね、もちろん無料招待して、もうなんだろう、アーティストの方がライブをするようなところよ、幕張メッセで。そこでこういろんなクリエイターの方がねもう出て、で例えばさっきの100万人突破ステージみたいなところで自分出させてもらいましたけど、そこもレッドカーペットを歩いて、ヒカキンさんに金の盾を手渡しで渡してもらって、みんなでおめでとうっていうのを、そういう幕張メッセのステージに立ってやるっていうのがあったのね。で、自分は、去年と一昨年2年連続で、そのちょっと呼んでもらって、お客さんでね、2階席から見させてもらって、でそれが2018年だったのよ。で、自分がその時にね、あそこに立ちたいなってすごく思ったの、あの場所でヒカキンさんから金の盾をもらいたいなって、その姿をいつも見てくれてるそのユーザーの子たちに見せたいなってすごく思って、でも2018年時点では登録者絶対届かないって分かってたから、まだだから2019年は無理だと。だから2年かけて2020年にあの舞台に立とうって思って、だから今年2020年の頭にさ、チャンネル登録者100万人って目標を掲げてやらせてもらって、それがねちょっと前倒して、ありがたいことにね前倒して達成できて、でもコロナがねまあなっちゃったから、今年はもうファンフェスないだろうなって思ってたので、まあ、しょうがないし、それに関しては。で、ある時聞いて、 YouTube の方からマジでみたいな、ハイさん出れますよみたいな、マジっすかって思ったんだけど、今回みたいな形だったの、仕方ないこと。でも今回はこのダラダラジオは本音を話すから、すごいショックだった、正直言うと。いや嬉しいけど、でもやっぱりあの舞台に立てるわけではないから、悔しいも違うし、でも悲しいも適切ではないんだけれど、でも悲しいが近いかな、ショックだった、やっぱり。正直今でも例えば来年ね2021年やった時に2020年の人も呼んでくんねえかなみたいなちょっと思ってたりするけど、なんかちょっと渡してもらうだけでもいいんでみたいなないだろうけどね、ちょっと思ってる、それはまだ。そう、まあ、本音だから許して、そうって思ってたので、だからコメントをね選んでもらって光栄だし、あんだけすごい方がいる中で、だって今回コメント出した人、俺とあいみょんさんと川口春奈さんよ、お二方アーティストの方と芸能人女優さんよ絶対にさ、もうありがたいでしかないんだわ。そう、でもなんだよね、そうって思ってて、でもさ、まあ、みんなも喜んでくれてたし、ハイさん出れるんですね、よかったですねって言ってくれてたから、そうだなって嬉しくいたんだけど、で実際見て、その自分が出た時でさ、まあ、自分もさちょっとコメント欄盛り上げてって言ってたのもあったんだけど、みんなめっちゃ書いてくれたでしょ、ハイさんみたいな感じ で、ツイッターでも今見てんだけどさ、すごいたくさんスクショ送ってくれたりとか、おめでとうって言ってくれてて、なんかそれ見てたら、なんかちょっとなんつうんだろう、そのショックだった気持ちっていうかは、いいやって結構思ってるのね。で実はそのモヤモヤしてる感じ、ショックだなって思ってた気持ちの中で切り替え方法を考えてたの、どう考えようかな。で
一個の答えに一個行き着いてて、それが何かっていうと、俺ずっと東京ドームで教育のイベントやりたいってずっと言ってんの、ここ2年ぐらいね。名刺にも書いてるんだけど俺で、まあ、マカリメッセではないんだけど、そのもしさ、まあ、俺一人じゃ呼べないよ、俺一人じゃ集客なんてできないけど、でもその教育関係、まあ、教育 YouTuber なのか教育の企業さんかわからないけど、そのいつか本当東京ドームで教育のイベントやりたいって思ってて、それは叶えてみせる、それは思ってる、叶うと思ってるから、それ何年かかるかわかんないけど、まだそうで東京ドームで、まあ、どんな舞台になるかわかんないけど、そこで、まあ、ある種自分だけじゃないけど、でも俺らでそこにスポットライト当たって盛り上がるイベントできたらいいんじゃんって思ったの。幕張には立てんかったけど、東京ドームで自分らで やってやろうよみたいなって思ってたのね。でそれはある種ちょっといい、なんだろう、切り替えになってて思ってたので、そこに切り替えて、そうじゃあそこに向けて NE 注ごうと、この悔しさショックはそこに注ごうって思ってて、でもね、どっかちょっと吹っ切れてなかったのね。そう、ただみんなのね、こうコメント見てたら、なんかすごいいい感じに吹っ切れた、やっぱそうしようって。うん、まあ東京ドーム、まあね、こだわってるけど東京ドームできたのか分からないけど、できるか分かんないけど、いやもうどっか大きな場所で、あ、せっかく、なんだろう、人生一度っきりじゃん。そうだから、きっと、まあ、東京ドームで教育イベントやって、俺さ、分かんない、ざっくり最初思ってたのは、東京ドームを例えば3時間とか4時間、自習室みたいに来てくれたら、もう好きに勉強していいっすよみたいな東京ドームが自習室になったらおもろいなと思ったの、俺の中では。分からんけど、だからみんな追いついてきてる、このテンション大丈夫。でもそれをバカだなバカだなって言われるかもしれないけど、俺にとってはすげえ面白いと思ってて、それだと、あってさ、来てくれた子さ、ちょ東京ドームで勉強してきちゃったって面白くないいい経験だなと思って、で、まあ、そんなことができたらなってちょっと思ってるんよね。そうで、みんなのやっぱりコメント見てて、改めてやっぱそれやっぱ叶えたいなって思ってて、そうっていうのが 今のテンションなんだろうね、嬉しい、いや嬉しいんだわ、嬉しいし、でもね、本当に今放送直後で喋ってるから、なんだろう、整理、あんまり整理ができてないんだけど、気持ちのなんかすごい嬉しいごめんざっくりだな。そうでもなんかそれを YouTube ファンフェスの後に俺どう思うんだろうって思って、やっぱりショックが残るのが、なんかあの舞台に立ちたかったなって、ヒカキンさんに渡してほしかったなって。まあ、ヒカキンさんお会いしたことないからさ、それはそこで会いたかったなってのはあったんだけど、でもやっぱり違う形でさ、分かんないけど叶うか分かんないけど違う形でね、ヒカキンさんとお会いできるようなようになればいいっていう風に今は思っていて、そうだから俺の、まあ俺はさ、なんだろう、クイズノックさんみたいにソロでさ企画を呼んでもらうことは絶対ないから、そういう影響力を持ってないからね、俺はないから、だからきっと俺のファンフェスはこれで終わりだと思ってる。そう、人生で最初で最後のファンフェスだと思ってるけど、じゃあ自分らでできることね、自分らが企画してできることっていうのをこれから一緒にやる仲間も必要だしね、俺も一人だからさあれだけど、でも仲間見つけて、で今いろんな企業さんと俺仕事させてもらってて、それで名刺渡すからさ、みんなに言うわけ、名刺に書いてあるから、やりたいんですよって、でそれなんか面白いですねっつって、なんかやるとき呼んでください、協賛出しますからみたいな言ってくれるとこもあるのね。だからそしたらさ、なんだ、やっぱお金すごいかかるんだけど、企業さんの力借りたら多分できると思う、うん、でもやるんだったらやっぱり来てくれたみんなが行ってよかったなって思うイベントにしたいし、そうっていうのを今思ってる。だから何年かかるかなちょっと分かんないけど、でも俺がやるときには、今さ学生でもさ、例えば俺が5年後にそれ叶ったら、5年後みんな学生じゃなくなってる子多いじゃん。でも学生じゃない子でも来れるイベントにしたくって、だって別に成人になっても教育って関係なくない？だって何かに学ぼうとか資格取ろうって思ったら教育じゃん、それも。だからそういった意味で、あの時勉強してたハイチがなんかイベントらしいよ、行ってみよっかな久しぶりにみたいな風に思ってもらえるようなものを必ずするから、うんって思ってる。はい宣言しちゃったんで必ず叶います。ごめんなさい、ちょっとなんだですかね、みんなのごめんなさい、今ツイッターをさ見てるからさ、みんなのコメントバーって見てるから、ちょっと感極まっててちょっとうわってなってるんですけど本当にありがとうございました。みんなが喜んでくれてることが一番嬉しいです、正直。うん、なんかそれでみんながちょっと元気出たとかさ、私も頑張ろうと思いましたみたいな言ってくれてると、
なんかやってきてよかったなって思う。俺は勉強を教えることしかできないけれど、でもその副産物としてみんなのなんか生きる気力まで言ったらちょっと大きいかもしれないけど、そういうふうに思っております。はい、ということでありがとうございましたはい、ということでね、今週のダラダラジオは以上でございます。で来週ね、また日曜日に普通に投稿していきますので、よかったらまた来週聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。